かね、だから。新しいことだからさ、もうじゃあ、わかった。うち来る？うちでも来る？なべた京子のおばさんぽ、お誕生日スペシャル。なんで自分で言わんだっけ、しかも自分の家の前で。ちょっと待って、私今ちょっと飲み物持ってくっちゃう。わかろー。どうもー。そう、私チクチク取ってる。いや、それじゃないから、うん、そこ今ボケんでいいから。それそれそれ。じゃあ、トランプ生でも食えよ。同じソース買ってきとった。まあいいわ、これどうぞ買ってください。そんなことよくあんねがいね、うん、すごい、うん、このトロトロ感が、うん、まあ来年は飲めんねかよ、これ。ありがとうございました。ありがとうございました。でさ、私ね、あるね、占いでさ、60歳の時に異性トラブル運があるって言われた。まいちゃん、ってその異性トラブル運って何とかって、ずっとこの1年さ、なんかさ、なんかこう、なんかやろう、こう、これはいけない恋だわとかって言うがだろうかなと思ったら、一切そうじゃなかったしさ。例えば郷ひろみがさ、ねえ、私の助手席におってさ、ねえ、2億4000万の人とか歌ってくれるのやったらさ、気分ってないかもしれんけど。